ペトラちゃんは見た。私はアザミ、兼業主婦の OL。 私は数年前、ついに小さい頃からの夢だったお嫁さんになれた。夫は同じ会社の同僚赤松。彼はとても私を大事にしてくれるし、これ以上ないくらい幸せいっぱいだった。その結果、お久しぶりっすね、赤松さん。またここの印刷機の担当になりましたので、よろしくお願いします。立花さんもお変わりないようで。そうだ、聞きましたよ赤松さん、あざみさんと結婚されたそうじゃないですか。ここの会社のマドンナ、憎いですね。あら立花さん、まあまあお久しぶりです。こんなになっちゃいました。まあ幸せ太りっていうのかしら、それもあるけど気が抜けちゃって、もう女として見え張らなくていいんだと思うとついね。あ、これ立花さんからのお土産なのよ、ほら一緒に食べましょう。大丈夫ですよ、あざみさんどうぞ。何よ、もったいないわね、なら食べちゃうわよ。赤松も食べ物を残すから私ばっかり太っちゃうわよ、まったく。あーやだ、こうはなりたくない。え、今の私に言ってたわよね、何よあれ。気にしない方がいいですよ。彼女はゆずりはといって、最近この部署へ配属されたばかりの社員だ。とても美人でスタイルもよく、男どもからちやほやされているが、いや、やっぱり美人がいるっていいよな。ゆずりはさんは今や社内の現マドンナですよ。現？はい、前はあざみさんだったんですけど、今や見る影もないからな。は？何それ。え、あんなデブと私を同じ土俵に並べるわけ？あの女が元マドンナなら私はもっと上ランクよ。前はどうだったのか知らないけど気分悪いわ。というわけらしく、もともと醜いものが嫌いということも手伝ってか、私に対してダンスは当たりが強い。とはいえよ、私の方が先輩なのよ、失礼じゃない。今日も嫌味言われちゃったわ。会社のコーヒー飲んでたら、誰かさんが砂糖とミルク大量に使うからいつも足りないとか、聞こえがしに大声で言って恥かかせたり、会社の冷蔵庫独り占めにしないでくださいとか大声で言って恥かかせたり。いくら美人でもあんな性格じゃダメよね。おい、俺の分まで食べてるぞ。え、あら残すのかと思ったわ、ごめんなさいね。お前な、ちょっと身なりを気にしろよ。な、何よ急に。いや、立花さんに会った時恥ずかしかったぞ。太ったこともそうだけど、最近はなんだその髪と服は。きつめで全然おしゃれもしなくなったし、服もボロじゃねえか。食費がかかるから。それにもう結婚したもの、おしゃれなんて必要ないかと。もう我慢の限界だ。え、ダイエットしろ。ちょっと俺の気持ちも考えろ。会社のやつから失笑されていい笑いもんだぜ。痩せないと離婚だ。翌日。何よ赤松のやつ、ちょっと太ったくらいで。いいか、今後毎日体重計に乗れよ。そんで俺に見せること、1キロ増えるごとに1000円没収だ。お前もともとケチなんだから、それくらいしないと無理だろ。イライラするわ、なんでそんなことしないといけないのよ。って しまった、もう赤松がイライラさせるからいけないのよ。あらあら、自信かと思って見に来たらあざみさんだったの。せいぜい糖尿には気をつけてね。その夜、しまった、1日で2キロも増えてしまったわ。イライラしてつい食べてしまったから。よし、これで。お、分かってるな。よしよし、ひとまずキープか。まあ、明日から頑張って痩せればいいのよ。しかし私は一向に痩せないまま、それどころか太っていってる。どんどん時が過ぎ去ってしまった。体重測定のたびに針をごまかし続けていたが、ある日。何よ、お前体重計細工してたら。おかしいと思ってたんだ、あれ以来ぴったりキープし続けたままで。何よそれ、私の努力を疑ってんの。見ろこの体重計、マイナス5キロになってんだよ。それはまずい、針を直し忘れてたわ。こんなやり方するなんて最低だぜ。あなたが悪いんじゃない、イライラさせるから余計に食べたくなるのよ、ストレス太りよ。誰に見た目ばっかり気にして、私の中身を愛してないのね。あなた
い、どこ行くんだよ。ファミレスよ。結局その日は大喧嘩。私は深夜ファミレスに逃げ込み、焼き食いしながら一夜を過ごした。そして次の日、赤松と喧嘩したまま会社に来ちゃったわ。これからどうしよう。はぁ、そうっすね。赤松の声？かわいそうな赤松さん、これじゃ詐欺よね。結婚してから激太りするなんて。私だったらそんな思いさせないわ。愛する人のためならずっと綺麗で居続けるのが女の役目ですものね。ちょ、ゆずりゃさん、あざみ、これじゃ詐欺よね。結婚してから激太りするなんて。愛する人のためならずっと綺麗で居続けるのが女の役目ですもの。そうよね。浮気されて当然よね、こんな女。人のせいにしてばっかりで太って喧嘩して、こんなんじゃ中身も愛してなんてとても言えない。あざみ。翌日、あざみくんはどうしたんだね。昨日急に具合が悪くなったって帰って、しばらく休むって連絡があったけど、大泣きしていたよ。すいません、実は。離婚届が。ぜーし、し、あ、すまん。置いてあったのかい。え、今捜索中？よくわからないけど大変だね。ようやく目障りなのがいなくなるわね。そして、それから数ヶ月経った。ジュース、赤松さんどうも。って、なんか痩せました？まあちょっと。大丈夫っすか？何かあったんすか？あらあら、立花さん。お、あれ、あざみさん。驚きました。ダイエット成功したんですよ。あら、まあダイエットつきそうで。私はやり遂げた。結婚当初の体重まで戻し、再び身なりに気を使うようになったのだ。ここまで来るのには大変苦労した。あずみ、赤松、ようやく見つけた。どこ行く気だよ。実家に帰るわ。私しばらく自分を見つめ直したいの。こんな身も心もデブになってしまって、赤松に愛される資格ないわ。何言ってんだよ。いいのよ、気を使わないで。ゆずりはさんのところへ行って。違う、あれは勝手に向こうが言い合ってきただけだ。俺はごめんな、あんな性格悪い女。私だって性格悪いもの。それなら綺麗な子を選んだ方がいいわ。俺はあざみがいいんだよ。悪かったよ、俺の都合を押し付けたりしてさ。太ってもあざみはあざみだもんな。お前がいなくなることの方がよっぽど怖い。太っててもいいから戻ってきてくれ。赤松、うん、私が悪かったわ。言い訳ばかりして怠惰で見苦しかったわよね。これからは飽きられないようにしっかりする。愛してるわ、赤松。赤松。というわけで、私は猛ダイエットに挑んだ。自分を律するためにも罰金制度はそのままに。そして元来ケチな私にとって、食費などが削れていくのはなかなか爽快だった。食費がかなり抑えられてるぞ。運動して疲れるとすぐ眠れるから電気代も削れるわね。持ってた時の服を売って昔の服を着ればいいのよね。経済的だわ。そこは浮いた金で買えばいいのに。と、まあこんな感じで、私はすっかり元通りの体型に。マドンナに帰り咲き、再び男性たちからチヤホヤされるまでになった。こんな低レベルなところ、私にはふさわしくありません。やめさせてもらいます。おお。私を追い出そうとして失敗。プライドを傷つけられたゆずりはさんはそのまま職を転々としてるらしいけど、あの性格じゃ長続きしないでしょうね。いや、やっぱりあざみさんっすよね。荷物持ちますよ。コーヒーです。お疲れ様です。あ、ありがとう。おめえら人の嫁に色目使ってんじゃねえ。やだ、あなたったら恥ずかしいじゃないの。お熱いことで。しっかり仲直りした私たちに、さらに嬉しいニュースがある。先ほど判明したことだが、どうやら私は妊娠しているらしい。あざみ、今日は久しぶりに食事でも行こうな。たまには好きなもの食べよう。食べつわり、体重増加、産後太り。まだまだ前途多難ではあるけど、同じ失敗は繰り返さないように頑張ろうと思う。ご視聴いただきありがとうございました。何
んというか、見た目が醜いからという理由だけでひどいことを言っていい理由にはなりませんけどね。そういう性格の人とは一緒にいたくないなと思っちゃいます。まあ確かに出会った頃だとか付き合いたての頃だとか、恋人には自分が一番好みだった見た目でいてほしいと思うものなのかもしれません。しかしながら見た目だけではなく中身も好きだからこそ結婚にまで至ったわけですからね。とはいえ愛する人のためならいつまでも綺麗でいたいという意識は素晴らしいと思いますけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。